こんにちは、いろどりです。今回はこちらのマグカップを使ってアレンジメントを作ります。ギフトにもできるようにラッピングをして仕上げていきます。色はギフトで人気のピンクと黄色にしました。材料を紹介します。お花はそれぞれメインのお花を2つと小花を1つにしました。黄色の方はマーブルになっているバラ、そして白いガーベラ、小花はアクセントにブルーが入っているものにしました。ピンクの方もガーベラは同じ白で、ピンクはバラを選びました。こちらは黄色がアクセントになっている小花です。お花はそれぞれ3種類を使います。こちらのお花は黄色だと思うのですが、記載がピンクとなっていて、もしかすると紙とお花が違うかもしれないので、お問い合わせする際は色が合っているか確認してみてください。続いてグリーン系。こちらはそれぞれ同じものを使います。ユーカリを1束。グリーンのハイドレンジアを1本。それぞれ1本ずつこちらを使います。あとは全体の仕上げにこちらのかすみ草を分けて使います。器はこちら、模様が入っている白のマグカップです。高さはだいたい10センチぐらいで、径は 8.5 センチぐらいでした。こちらにお花を生けていきます。飾りにはこちらのキラキラしたラインが入っているリボンを使います。ラッピングの箱はこちら。ピンク系と白ですが、商品番号は同じでした。中には紙のパッキンとラッピングのタグ、袋が入っていました。この袋は厚手で丈夫ですが、透明感のある袋ではないので、気になる方は他の袋をご用意ください。今回はこちらを使ってラッピングしていきます。フォームは8分の1サイズを使います。器がくびれていて、このままだと入っていかないので、角を斜めにカットします。すべての角を斜めにカットしました。これで入るか確認します。今回はギフトにもできるようにしたいので、しっかりと接着剤をつけていきます。
器に接するところに接着剤をつけます。接着剤をつけて器から抜けないようにしました。これでお花を刺していきます。最初にメインの大きいお花を入れます。バラのお花にガーベラがかかるような感じにします。二輪が器の中央にいるようなイメージです。ギフトの場合は接着剤をつけてから刺すと安心です。バラにガーベラがかかるような感じで入れました。ピンクの方も同じくバラにガーベラがかかるような感じで入れていきます。中央にお花が2本ずつ入りました。次は小花を後ろに入れます。バラとガーベラの間から覗くような感じで刺します。2本入っていますが、2本ともまとめて入れます。バラとガーベラの後ろに刺しました。こちらも同じく刺していきます。メインのお花の後ろに小花が入りました。次はユーカリを入れます。ユーカリは3本入っていたので、前の方と横と少し後ろめに入れていきます。ユーカリは切り分けずにこのまま使います。横にせり出してしまうと大きいので、縦気味にして入れていきます。後ろは葉っぱが見えるように少し高めに刺します。ユーカリが3箇所に入りました。こちらも同じく入れていきます。それぞれユーカリが3箇所に入りました。あとはハイドレンジャーでフォームが見えるところを隠していきます。ハイドレンジャーは一つずつ小分けにして使っていきます。潰れないようにお花を広げながら入れます。低くしっかりと差し込むとフォームが隠れていきます。
ハイドレンジアが入りました。花びらが潰れないように広げながら全体的にフォームを隠しています。フォームが隠れたので、かすみ草を入れていきます。ガーベラの下あたりが空いているので、最初に入れておきます。あとは正面の目立つところにも入れておきます。短く使うところは脇枝をカットします。茎がカーブしていると刺しづらいので、カーブしているところはカットします。まっすぐになるようにして、少しずつ刺していきます。刺しづらいときは接着剤をつけて、ハイドレンジアなどにそのままつけるようにしても大丈夫です。かすみ草を全体的に入れました。最後にリボンを入れていきます。お花用のワイヤーがない場合は、パッケージについているワイヤーを活用します。ワイヤーを U 字に折ります。ここでリボン結びをします。リボンを結びました。ここをフォームに刺すので、リボンは大きめに作っています。接着剤をしっかりとつけてフォームに刺していきます。アレンジメント完成しました。黄色のお花は大きくて華やかだったので、リボンは下の方に入れました。ピンクのお花の方が一回り小さかったので、リボンはお花の近くに入っています。最後にラッピングしていきます。パッキンの中央を広げて、器が入るようにしておきます。袋に入れます。お花を中に入れます。アレンジが入りました。上の高さがギリギリなので、両サイドをテープで留めていきます。角を絞るようにしてテープで留めます。両サイドをテープで留めました。最後にタグをつけます。リボンがあれば足してあげると華やかになります。リボンを一緒にねじりました。ワイヤーがついているので、そのままねじって留めたり、両面テープで
シールみたいに貼ってもいいかなと思います。今回はマグカップを使ってギフトにもなるアレンジメントを作りました。ボックスに袋やタグがついていたので、とても簡単にギフトラッピングすることができました。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。